日本には見立てという言葉と、あと仕立てという言葉があります。見立ては特に本来あるものとは違うものの使い方をして価値を伝えていくということをするんです。例えば日本の庭には枯山水という言葉があって、そこには水がないけれども水があるように感じながら、そこに水がある庭よりも違う価値を世の中の人に対して伝えていくということをしたりしています。また仕立てっていうのは、それをどういうふうにして作り込んでいくのかっていうことが仕立てるっていうことになります。特に日本人、僕たちがやってることっていうのは、単に物を作り上げるのではなくて、そこに対しての細かな積み上げっていうことをすごく大事にするので、そのどういうふうな積み上げをするのかっていうことが仕立てっていうことになるんではないかなと。開花堂の八木貴博と申します。ちょうど6代目になります。1875年、明治8年ですね。その時からお茶筒だけを作る会社として、今までずっと続けてまいりました。シンプルでクリーンだけれども飽きのこないもの、そしてなんとなく心が落ち着きながらも気持ちいいものっていうことにつながっていくっていうふうに思って、自分自身が長い時間を過ごす場所っていうことにとってはすごく大事なことだと思うんですね。うちのお茶っていうと、もうそれこそ何代にもわたって使われていくところになるので、うちはそこをすごく重要視しています。なのでやはりそこにはシンプルでクリーンでありながらディテールがあって飽きのこないこと、そしてそこは気持ちよく暮らしていける場所になっていくっていう。インテリアを見せていただいた時に、そのスウェードが使われていて、そのスウェードの中の手触りっていうことがまた自分の気持ちよさになる、そこにすごい綺麗なステッチがあることっていうことがまたこう気持ちを上げていく部分になると思う。そこをきちんと仕立てられていることっていうことが、どういうものを見立ててその中に価値を置いていくのかのためにすごく役に立っていると思っていて、それがちょうどいいバランスでそこに存在することっていうことがすごく大事だと思っています。